はい。皆さん、こんにちは。柴崎です。お元気ですか、えー、柴崎もご覧のようにね、元気に今日も絵を描いてます。今回のテーマはこちらです。ね。見覚えがあるでしょそう。ね、前回。 アマゾンで1000ぐらい、1000ぐらいだったかなね、買い求めた、あの、この細い筆のついたね、アクリル絵の具です。あの時ね、今柴崎ね、なんじゃこれみたいな感じでね、ちょっとここがあんま良くないなとかね、散々言ってましたね。え、ね、え。でもね、思い起こすと、ことによると柴崎が、 この画材の良さにまだ気づいてないのかなそれとね、えー、前回描いたね、そのパレットにね、赤がいっぱい残ってるので、もったいなし。このアクリル絵の具なかなか乾かないとね。だからまだ描けると思いますので、今から即、あの赤の色をね、主に使いながら、もう一度、このアクリル絵の具のきっといいとこあるだろう。 そこを発掘するようにね、チャレンジしてみたいと思います。はい。ではまた書き上がったらお会いしましょう。はい。ではやってみましょうね。えー、前回ね、残ったアクリルの具ですね。まだ乾かないでちゃんと書けますね。えー、今回はね、少しこう薄塗りでやってみたいと思います。はい。 こんな感じですね。そして前回こう色を混ぜると急にグレーっぽくなってしまったんですけども逆にその,その効果っていうかねその特性を生かしてこのグレーっぽい色を円形として表現したいと思います。さあでは手前の方書き始めましたよ。ね何でしょうかこれは。大事な形です。 色が出ます、ね、うん、ね、このオレンジ色素敵ですねなるほどこの絵の具はねこう下にあんまり色を塗らない方がいいんだなそうすればこうやって色がね鮮やかに出るんですねわかりました ね、前回こういろいろと色をね重ねすぎたうんでもこのアクリ絵の具は重ねないんでいきなり使った方がいいんだねそうすればこうちゃんとこう色が出てきますなるほどこういうやっぱりそれ絵の具メーカーの絵の具それぞれやねやっぱり個性があるからうんこの絵の具の良さこういうとこにあるんだな 前回ね、なかなか色が出ませんとか言ってたけど、これ、ね、このオレンジ色の色のとこ見ると、すごく綺麗に出てますね。だから、下に色を置かないで、直にその色を塗ってみるということだというのがわかりました。では、このね、このオレンジ色が余計素敵に見えてくるように、ちょっと他をね、どんどん書き込んでいきたいと思います。 はいね、手前の方だけこうやってちょっとだけ色をのっけてみたりですねうんまあ当然といえば当然か分かんないけどそれぞれのメーカーがねそれぞれ工夫して、ね、画材を作ってるんですからやっ,ぱりやっぱり個性っていうのはあるんですね前回柴崎さんの個性がこの絵の具の個性はちょっと分かりにくかったんですけど 今日分かった気がします。さあねえではどんどんこう色を混ぜるとちょっとグレーっぽいでしょでもこれを生かすっていう書き方ですね。はいさあ街路樹も立ってきましたよ。そしてこちらもねもう紫色を作ってねもうそれをいきなり塗ってしまいましょう。そうするとこんなに色が鮮やかなんだね。 うん、どうですかねここ手前のうちの日陰の部分っていう感じですねさあちょっとねかいものも書いてますけどこれはここにセットになっていたあのねえー、頼りがいのない筆ですねでもこういう小さい ねえーまあ、3号ぐらいの絵を描くにはこの細い筆も使いますねうん面白いさあね徐々に描き込んできました、ね、パンタグラフも描きましょう前回なかなかね色がこううまく決まらなくてね柴崎え柴咲え いろいろブツブツ言ってましたけども、うん、この絵の具はこう使えばいいんだってのはね、今なんか分かったような気がします。人物もちょっと描きますね。これは柴崎がね、えー、ポルトガルに行った時ね、こういう素敵な電車が街中を走ってるんですね。それをイメージしながら今描いてますよ。 例の細筆でね、細かいもの書いてます。こんな感じでよね。ここでね、パレットナイフでちょっとやってみたいと思います。ここですよ。これ。ね、参考にしてください。シュッと。はい。よしよし、だいぶできましたね。うん。乾きが遅いので、ちょっとドライヤーを使ってね。 沸かしたりしてます。ね、この暗いところにはもう。う暗いたくさんの色を使って。あげるといいですね。まあ、あんまり。色の違いがよく。わかんないけども。まあ、そばに寄ってみるとね。その変化が見えてきますからね。ただ、真っ黒じゃなくて、いろいろな色にしましょう。どうですか。 オレンジ色聞いてますね。ね、この画材はこう使えばよかったんだな。よしよし。ね、それぞれのメーカーさんがそれぞれ工夫してますので、その構成をやっぱり絵描きも見分けなきゃいけないんだね。はい、出来上がりです。はい。 書き上がりましたよ。ねえ。良さがありましたね。こんなに色が出るんですね。これで1000円だったら安いかもわかんないね。ねえ。で、あのー、ね混色すると、急にグレーになっちゃう。そこを逆にうまく使うとね、この円形の表現なんかも非常に効果的ですし。 だから、やっぱりそれぞれの画材でね、やっぱりそれぞれの特徴ってあるんだなってことを改めて柴崎もわかりました。はい。ということで、今回もね、この1000円で買ったアクリルの効果、あなたも楽しんでいただけたら、柴崎もとっても嬉しいです。はい。またね、新たな画材や作品であなたとお会いしたいと思います。 長い時間ご覧くださって本当にありがとう。またすぐにお会いしましょうね。はい、それではまた。